皆さんは楽しくゲームできてますか？どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日ですね、デッドバイデイライトやっていこうと思うんですけども、皆さんお久しぶりですね。というのもね、最近ちょっと体調崩してまして、ちょっと喉の調子が悪くなったんですけど、今はねもうだいぶ元気になったので、これからまたいろんな動画投稿していきたいと思います。ぜひぜひお楽しみに。で、今回の動画なんですけども、タイトルに書いてある通り、5年間プレイしてきた僕が皆さんに伝えたいことということで、僕が今まで大切にしてきた考え方をね、一つお話しようかなと思います。いつになく真面目な回になってしまいました。そこで皆さん、最近のスキルレーティングで DVD のモチベー下がってませんか？ガバマッチでイライラしてませんか？楽しくゲームできてますか？どこかで話そうと思って少し前に撮った回なんですけども、スキルレーティングやグレード制度が最近実装されたので、まあこのタイミングがねいいかなと思って動画を作ってきました。詳しい内容は本編でシャカシャカじっくりコトコトお話ししたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。ではよければご覧ください。どうぞ。デッドバイデイライト。よーし、キラーのリンちゃんでやっていきましょう。で、今回もね、解説しながらやっていこうと思うんですけども、本題に入る前に、皆さん最近、ガバマッチ多くなりましたよね。で、そのおかげで、まあ、ランクでいう格上相手と戦ったりして、キラーだとなかなかサバイバーを倒せなかったり、サバイバー側だとね、キラーにすぐ倒されて脱出できなかったりと、結構ストレスフルな状態が続く場面が多くなったかなと思うんですよ。で、それをね、ちょっと少しでも解消できる考え方をちょっと紹介しようかなと思います。で、何を、まあ、意識してやればいいかっていうと、ずっと、デッドバイデイライトを実況してきて、僕も大切にしてきたことなんですけど、その試合試合の点数をぜひ判断基準に見てみてください。なんでかっていうと、ランクあると思うんですけど、このランクって、そのサバイバーの上手い下手の本当の基準じゃないと思うというか、適してないと思うんですね。で、なんでかっていうと、例えば、サバイバー側だと、一度もダウンせずにいるサバイバーは、あるカテゴリーがですね、最高評価もらえるんですね。あと、救助、ある一定回数救助すると、例えば2回とかね、すると、最高ランクの評価が得られると。それを積み重ねて、ある一定基準に達すると、まあ、米粒がもらえて、ランクが徐々にこう上がっていくっていうシステムなんですけど、例えば、どんな時でも、とにかく隠密したり、あと、周りの状況判断とか関係なく、とにかく2回救助しちゃったり、そういうプレイしてても、まあ、最高評価になって、米粒がもらえて、ランクが上がる要素の一つになってしまうんですけど、それって、なんだろう、ゲームうまく立ち回れたかっていう判断で見ると少し疑問じゃないですか。で、そこで役立つのがポイントなんですよ。なぜかというと、ポイントはひたすら動いてた人、まあ、発電機回したり、脅威範囲内でバレないようにしてたりとか、チェイスしたりとか、まあ、いろんな場面で点数入るんですけど、常に動き続けた人が高得点になるんですね。危険な状態でも、まあ、その都度その都度必要な状況に応じて動いた場合に高得点になると。だから、高得点取れば取るほど、その試合、自分がどれだけ動ききれたかっていうのがわかるんですよ。まあ、その試合で一番高得点取った人が、その試合で一番動ききれたよっていう判断になるって感じですかね。で、この、一つはね、点数を高得点を目指すって目標を立てると、自分との戦いになるので、例えば味方がね、こう、サバイバーの場合、足を引っ張ってしまった味方がいたとすると、
まあ外的要因に点数だとこう左右されずに、いかにその場面で自分が動けたかっていう判断になるので、少しなんだろう、考え方が優しくなってストレスが和らぐかなと思います。なのでぜひその試合その試合で一番高得点を取ろうっていう目標を立てるといいかなと思います。ランクに関係なくね。じゃあランクをどう使うかっていう話なんですけど、点数に重みをつけるために僕はランクを判断基準に使ってます。これどういうことかっていうと、例えば僕がまあキラーでランク20だとしましょう。ランク20で相手がねランク全部1だとしましょう。全員がね、すごいランクの差が開いてますよね。つまり格上相手に試合をしたと。でその時にじゃあ1万6000点にしよう。半分、最高得点は一つのカテゴリー8000点の ×4 で3万2000点なんですけど、半分1万6000点取ったとしましょう。逆に自分がランク1でサバイバーたちがランク20のパーティーと当たったとしましょう。格下っていうわけですね。その時に同じ1万6000点なんですけど、どっちの1万6000点がこう価値が重いと思いますか？前者なんですね。自分がランク下で、まあ、格上相手、まあ、さらにより何て言うんだろう、ランクがこう離れていればいるほど自分が取った点数の重みが変わってきます。僕そういう判断基準でランク使ってるんですけど、そうすることによって例えば格上ランク相手に当たっても、なんだろう、よりおっしゃ価値あるなっていう見方でその対戦できるんで、少しこうストレスが和らぎませんか？逆に格下相手だと、わまだまだだったなっていう、こうさらに上を目指そうっていうね判断ができるわけですよ。まあ例で言うと、例えば自分がまあフィギュアスケートで羽生結弦くんと勝負して、まあ自分はね、まあ冬のクリスマスデートで彼女とスケート行くぐらいの自分だとしましょう。と羽生結弦くんと一緒にまあオリンピック出て、羽生結弦くんと同じ点数取ったとしましょう。そしたら同じ点数でも年一で行く自分のフィギュアスケートの方がすげえってなりませんか？みたいなもんですよ。コメント欄で、いやココさん俺彼女いなくてフィギュアスケート行けないんですけどっていうコメントちょっとちらほら見えるんですけど、それはご愁傷様です。うん。っていう感じ。自分がまあ初心者であればあるほどその点数に重みが出るっていう感じですね。でこれはキラーもサバイバーも同じになります。なのでまずストレスなく、まあ、ゲームできる考え方として、その試合その試合で高得点を目指す。できればねマックス評価の3万2000点をぜひぜひ目指してみてください。取れれば取れるほど、まあ、動き切れたよっていうね。まあ一つのカテゴリー8000点の上限あるんですけど、俺これ取っ払ってほしいんだよね。必死にチェイスしてもね8000点以上いかないんで、意外と評価に現れない場面もあるんですけど、まあ高得点を目指すと。半分取れたらまあ上出来かなと僕は思います。脱出できないできるに関わらずね、もう点数だけで見てしまえばいいので、3万2000点の1万6000点を取れればいいんじゃないかなと。でさらにもっとね上を目指したいっていう方は、自分のランクと相手のランクを比べて、まあどれぐらい頑張れたのかっていうのを見てみてください。さっき言った通りですね、格上相手にどれだけ動き切れたか。キラーの場合は結構簡単。自分が3万2000点を目指して、かつまあサバイバー側をより点数低く抑えると、4人全員ね。で例えばランクがねこう自分が20で相手が1だと、まあ極端な話ですけど、そうすると
一番なんだろう、高得点、高得点っていうか一番評価が高い状態は自分がランク20でサバイバーチームが全員ランク1でみんな0点で自分は3万2000点。まあ極端な話ね。これがもうデッドバイデイライトの中での最高評価だと思うんですよ。で、これからね、その、なんかスキルレーティングと、あとグレード制度っていうのが実装されるみたいで、まあ、多分おそらく、その、よりガバマッチが、表ではわからないけども、ガバマッチが増えるかなと思うんですね。だからなおさら、そのランクの評価が曖昧になってくるんで、そのランクだけ見てやってるとよりどんどんストレス溜まっちゃうから、この、まあ、点数で見るっていうのをおすすめしたいと思います。で、サバイバーの場合さらにもう一つ考え方があって、まあ同じくね、自分が高得点狙ってキラーをまあ低い得点で抑えると、壊していく。ちょっと一回フェイント入れようかな。これでフェイズウォーク行くと見せかけて救助来るのを、よーし、今度メグちゃん釣っちゃおう。メグちゃんじゃない、ネアちゃんか。でメグちゃんにはさっき行くふりを見せといたので、あ、このリンちゃんフェイズウォークしても来ないなっていう印象付けます。後でね聞いてくるんで。まだ行かないわけよ、とっておきの作戦があるから。で、サバイバーの場合はね、その味方同士の連携も必要になってくるので、自分がいくら動き回れても、例えば他のサバイバーがねなかなかうまく立ち回れずに、キラーがそのおかげでまあ高得点取れたとなった場合のパターンもあるんで、サバイバーで一番高得点目指せるのは自分がランク20でキラーがランク1で、点数も相手が0点で自分が3万2000点、さらに味方もね一番低いランク20、低ければ低いほど良くて、点数がさらに高ければ、全員脱出できればまた動いい動きできたっていう判断になるかな。さあ一回蹴って、で今度まだあっちにフェイスウォーク行くと見せかけてちゃんと映してね。うへぇ騙されたな。来ないと思ったでしょ。フェイスウォークしたところを見せておくと、また奥行ったなって思わせることができると。メグちゃん、こっち来ないんでしょってつって、修理来るわけですよ。ういっ！オッケー。さあ、これで釣っちゃって。この考え方をするとですね、なんだろう、その外的要因に左右されないというか、点数評価なので、いかに自分が動ききれたか、周りに関係なくね、できると思うんで、あまりイライラせずにできると思うんですよね。プラス、ランクをね、さっきみたいに、いたいた。点数の重み、換算として使えば、自分が低くてもやる気出るし、逆に高い人はね、自分に結構プレッシャーがかかるというか、格下相手には動ききれないと、もう修行足んねえなってなるしね。っていう見方ができるかなと思います。まあ、つまり、なんだろうな、デッドバイデイライトは、その、エイペックスは、その、最後まで残ったらランクが上がってくし、あと、なんて言うんだろう、1対1のその打ち合いで勝てば、キルしてポイントが入るし、結構明確な基準があるんですけど、デッドバイデイライトってその都度その都度の状況判断をうまく判断しないといけないゲーム、それがうまい基準だと思うんですけど、今のランク査定だとそれがなんかうまく反映されてなくて、さらにガバマッチとかスキルレーティング入るともうわけわかんないというかね、初心者の方はなかなか納得いかない気がするんで、こういう考え方でやると、まあ、よりストレスなく楽しくできるかなと思って紹介させていただきました。なのでこうやって結果見るのも結構楽しくなりますね。うん、
半分は格上相手で、まあ3万800点。で、みんなを自分より低く抑えれたんで、まあいいかなという感じでございます。いかがだったでしょうか？この考え方でやるとね、自分との戦いになるので、まあストレスがあまりかからなくなったり、ランクでは計り知れない自分のうまさとかね、さらなる高みを目指せると思います。はい、それじゃあ次回の動画、生放送でまたお会いしましょう。バイバーイ。